静岡市立日本平動物園では今月25日まで夏の動物園祭りを開催しています。期間中、動物たちへの餌やり体験やご飯タイムの観察、クラフト体験のほか、飼育員による動物ガイドを聞くことができるなど、たくさんのイベントがあります。カピバラに葉っぱのプレゼントだったり、中型猿のおやつタイム、そして超サイサイ祭り、サイの背中をブラッシングなどがあります。カピバラたちが一生懸命葉っぱを咀嚼している姿を見るととても癒されますね。冬だといつもお湯に浸かっているんですが、夏だと今度水になっていて、水の中で浸かっている姿などがご覧いただけるかなと思います。当園ではさまざまな中型猿を飼育しているんですが、その子たちに果物などのおやつをプレゼントします。さまざまな特徴だったり生態だったりする猿たちがご飯を食べる姿っていうのはとても可愛らしくてですね、お互いちょっと取り合ったりとか、ちょっと微笑ましくなるようなところもあるかと思いますが、そういうのをゆっくり見ていただけると面白いんじゃないかなと思います。抽選で10名の方に実際にデッキブラシでサイの背中をブラッシングしていただきます。サイの方も背中をゴシゴシこすっていると尻尾をくるっと丸めたりとかして反応してくれる時もありますので、そういった反応を見るのもちょっと楽しいんじゃないかなと思います。かなり貴重な体験だと思いますので、ぜひ抽選に参加していただけたらなと思いまして、こちらを選びました。その他、期間中さまざまなイベントがあります。この時だけしか見られない動物の様子をぜひ見に来て体験してください。詳しくは静岡市立日本平動物園の公式ホームページをご確認ください。日本平動物園は今年で開園55年を迎え、55周年に合わせて新しい取り組みを始めました。日本平動物園では種の保存の推進やさらなる魅力向上等を図るため、動物の新規導入や施設整備の充実を目指しています。これらを実施していくため、皆様から広くご支援を受けたまわりたく、この度、日本平動物園サポーター制度を創設しました。静岡市立日本平動物園では、サポーター認定事業をスタートします。個人は5000円、団体は5万円の寄付で、動物園の整備や動物の収集に活用させていただきます。認定者には特典もあります。詳しくは静岡市立日本平動物園の公式ホームページでご確認ください。静岡市では市民の皆様へ積極的な声かけや案内をするおもてなし職員コンシェルジュ活動を行っています。市役所へ来庁された皆様がスムーズに手続きができるよう、金色のバッジをつけた職員が窓口までご案内します。おもてなし職員コンシェルジュは各庁舎の1階でご覧の日時で活動を行っています。
ここ小金崎クリスタルパークでは現代ガラス専門の美術館、ガラス体験工房、アクセサリーや小物を販売するコーナーがございます。ぜひご家族やお友達をお誘いの上お越しください。土肥金山はかつて徳川幕府直轄の金山でございました。大変歴史のある金山でございます。ぜひ皆様この金のパワーを感じに金を触りにいらしてください。